3人ですね、今度ね、はい、いいですか、はい、どうぞ。ビーマット17試合中の勝者、こちらにお願いします。皆様お待ちくださいあ、強いですよ。引っ張ってます。お、結構ほら、はいはい、C なんていうのかな、はいはい、青の選手なんですけど、はい、そうですね。B マット22試合目から25試合目までお願いします。はいはいはい。ちょっと面白い人なんですけどね。はいはい。ステラの最後に。確かに、ね、こう。確かにその考えになった。詳しいです。詳しいです。よくない。いいもう足で締めてます。はい。最初に。そして A はさっきまで9位が多い試合でしたが、次は白の勝負。ピンウィン、ライトフライ球。1、パラエントの北九州、田代龍吾、どうぞ。カメラね、気をつけてね、カメラでも入らないよね。はい、行きます。2位、阿久津福岡、友永正義君、はい、どうぞ。あ、帯して、帯した方がいいんじゃないかな。バック取ってねえよ帯がない。はい、誰かのない。バック行け、バック行け、バック。はい、で次行きます。3位、渡辺志堂君。さあで、もう一人3位、高政浜辺高政君。あ、決勝ですか。はい、はい、もうだから左手がやったよ。じゃあお願いします。あ、ちょっと待って、早尾1、2、はい、パラエストラ北九州ですね。同じパラエストラ、福岡対決。あ、手合わせとかしてそうだね。左当て、左当て、左当て、戦ったことあるみたいなね、結構ありそうですよね。お互いに分かります。一方、写真を撮ってください。あるある、あります。全然あります。質問さん、あ、そうそう、まあ、今回はですね、試合は出られました。まだ全然もう結構ありますけど、一応ポイント制で実はでラリーというか、1位の子はね、後でちょっとインタビューがあるそうなんで、まあ、ちょっと残っておいてください。ポイントが決まるんですね。で、溜まっていって、でそれで走行ポイント。A マット20試合目までの方はブースで待機しておいてください。 A マット20試合目までの方はブースで待機しておいてください。大丈夫ですか。はい、 OK です。あの、今さっき情報があったら1位6はあの、どこ取ってください。どこあるあるですよ。だから皆さん一応何位っていうのもあるんですけど、マイティーマイドで優勝した歌くん、今さっき優勝した歌くん、ちょっと一言インタビューがあるそうです。一言でいいです。はい、次いきます。ピーウィーフェザー級、1位、松永烈くん、2位、谷内春子くん、どうぞ。勝ったのかな。っていうのが、はい、どうぞ。6位は、19試合目になるかな。はい、どうぞ、入って。はい、反則です。はい、はい、どうぞ、写真どうぞ。マッチコミ選手と佐々木選手ね、この方も準備してる。で、こっちに向いて喋ってもらいたいんですけど、今日の試合勝ってどういう感想か聞かせてもらってもいいですか。嬉しかったです。嬉しかったですか。今日はどんな気持ちで試合に挑みましたか。そうね、
ませんね。いやいい。よく頑張った。はい、ありがとう。これから最後に所属のチーム名とお名前だけお願いします。ありがとうございます。 B の二次します。 B 大特急ございます。選手矢島人生君、福島選手、はい、B、川越、はい、川越の川越選手、福島選手、川越君がいないので代わりに誰がでしましょうか。B バット21試合目、福島選手。ゆっくり攻めて、いいね。始まる前です。武井さん、武井さん、1個巻いてコムロックみたいな形で。ゆっくり、ゆっくり。大丈夫、大丈夫。パラレストラ北九州、田代龍吾くん。田代龍吾くん。黒坂翔太くんはほら。OKOK。黒坂くん。ビーマット22試合目の選手、竹下さん、落ち着いていくもので、はい、初めまして、ですね、今日は今から、今あのトーナメント中になった人にインタビューを受けているので、カメラに向かって、準備お願いします。チーム名とお名前まず聞かせてもらっていいですか。ありがとうございました。1位の方だけね、こっちに撮って。